皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今日は素晴らしいギタリストの井草誠二さん、そして奥様の優子さんをお迎えしています。こんにちは。こんにちは。こんにちは。本当に素晴らしい、ギターの、音色でうっとりと聴かせていただいたんですけれども、このギターっていうのは、はい、特別なギターですか？このギターはいわゆる普通のアコースティックギターなんですけれども、はい、指弾き用にちょっと調節してあったりしますね。指弾き用、はい、なんかすごくテクニックがねすごい感じがしたんですけど。あ、はい、ありがとうございます。なんかこう弾き方で違いがあるんですか？そうですね、普通ピックでジャカジャカ弾くんですけれども、はい、こう指だけ、指とこの親指につけるピックがあるんですけれども。これってピックなんですね。はい、なんかこう指を怪我されたのかなって初め思ってたんですけど。絆創膏みたいな形してます、はい。これをつけて、はい、これでこう、そうですね、はい、ピッキングをしていると。ピッキングをして、なんかコンクールとか、はい、なんか世界大会とかにも出たっていうのはちょっと、はい、その指引きをだけを競うコンクールがありまして、ピックを使っちゃいけないっていう縛りの下で、はい、アコースティックギターのコンテストがあって、それで日本の大会出させてもらって、でその後世界のカンザス州であるんですけども、はい、そこの大会に行かせてもらいました。でそこでもなんか上位に、そうですね、トップ5っていうところまで行きました。その時はピックを使わないで指引きで。はい、そうですね。でこれはピックに入るんですか？これはピックに入らないです。入らないですね、はい、じゃあこれを使ってってことですか？はい。そして奥様が最近ご結婚されたということで。はい、そうです。おめでとうございます。ありがとうございます。幸せなムードがたくさん出てますけど、奥様誠二さんの演奏にやっぱり惹かれて。あ、そうですね、もう同じ教会出身なので、はい、ずっと17年8年ぐらい、ね、ずっと一緒の教会で。じゃあ幼馴染的な感じですか？はい、そんな感じですね。なので、ギターをしてる彼ももちろん素晴らしいんですけど、はい、どちらかというとギターなしの彼に惹かれて、はい、そうですけど。当てれますね。いや、で誠二さんが、はい、お父様が牧師先生。あ、はい、そうですね。で教会で育った。はい、なんか僕も一緒なんですよ。あ、そうなんですか。はい、なんか似てるなってと思ったんですけど。それで先ほどの1曲目のタイトルは、はい、タイトルは、ウィンドミルと言いまして、はい、風車をイメージして作った曲ですね。じゃあオリジナルの曲なんですか？はい、ね、はい、曲を作るときに、はい、どういう状況で作ったんですか？この曲に関してはですね、僕上京してまだ1年目ぐらいなんですけれども、はい、上京したての時にこういろんなこう逆境があると思うんですけど、その中でこうやっぱり全て神様が力にしてくれるっていう気持ちを込めて書いた曲ですね。もともとは大阪の、はい、生まれ。そうですね、はい、それで上京してきたと。はい、じゃあなんかそういう葛藤を描いたんですか？はい、はい、いや本当に素敵な曲です。ありがとうございます。次の曲は、はい、次の曲はハーベストという曲で、これは聖書の箇所から取った曲で、神様にすべてこう人生捧げていこうという気持ちで書いた曲です。じゃあ引き続き、ハーベストどうぞお聴きください。
2012年に出したアルバムからハーベストという曲を演奏しました。僕は兵庫県の教会で育ちました。父親が牧師なので小さい頃から、聖書や賛美に触れて育ってきました。で、毎週日曜日に教会通っていて、その中で暗唱聖句を覚えたり賛美している中で、自然に信仰を持ち、中学生の時に洗礼を受けました。でもですね、中学校2年生の時に、なかなかこうクラスに馴染めず、学校に行っても誰とも話さずに終わる日々が続きました。そのうち、不登校になって1年ぐらいこう家に引きこもっている時期がありました。その時はこう人と会話するのが、すごく怖くて、嫌われたらどうしようと常にビクビクしていました。そんな時に、ギターを初めて、教会の賛美奉仕をする機会を神様が与えてくださいました。そして、賛美を通して自分の心を、心の傷を神様が癒してくれました。そして、まともに人とコミュニケーションできるようになって、教会にも、学校にもちゃんと行けるようになりました。で、そんな時のこう感謝の気持ちを込めてアメージングレースを演奏したいと思います。
ありがとうございました。なんか本当に奥様素敵な声で。ありがとうございます。歌われるっていうのを知らなかったんですけど、一緒に歌うようになったのはいつ頃からですか。それも教会で、僕が中学生とかぐらいの時にワーシップチームに入って、はい、その時にずっと歌ってましたね。奥様は、はい、やっぱり賛美が好きで、はい、もともと歌うこと声を出すことはすごく好きだったんですけど、でもこう教会に私が定期的に行き出したのが中学生ぐらいの頃から でそこからですね、教会と音楽が結びついて、ちょうどその頃中学生になって吹奏楽に入って楽器をしだして。楽器は何を？サックスを、アルトサックスを吹いてます、はいそこから結びついて、もうずっと、ね、教会って音楽がいっぱい盛んなところなので、うん、そこでずっと、はい。なんかこうオリジナルの歌を書いたりとかはしないんですか？実は 2,3 曲あるんですけど、まだ未発表ですね。未発表で、うわ残念ですね。なんかぜひそれを聞きたかったって思うんですけど、なんかじゃあこれから書き溜めて、はい。これからやっぱり夫婦で活動もしていきたいなっていう気持ちが。そうですね、なんかもう息もぴったりで、はい、その雰囲気も癒し系のありがとうございます。これからのやっぱり、活動の、拠点というのはその教会を中心にですか？それともそうですね、今僕自身の活動がやっぱりこうライブハウスだとかのサポートとか、はい、で弾いてることが多いので、やっぱりこう教会夫婦で回ったりして演奏していきたいなっていう気持ちはあります。そうですか。はい、でもいいですね、夫婦で一緒に活動ができるっていうのはすごい幸せだな、羨ましく思ってますけれども、ギターって僕自分はピアノなので、はい、ギターの人をすごいいつも羨ましく思って。あ、本当ですか。はい、すごくこう、なんだろう、そのピッキングその、はい、の技術っていうのはやっぱり日々練習っていうか。あ、そうですね、必要なんですか？指のこのタッチとかは常にいろいろ研究して、よりいい音が出るようにっていう気持ちで弾いてますね。なんか聖書の中でその弦を書き鳴らせっていうかね、はい、十弦のことをとかっていうのは、なんかやっぱりピアノよりもギターなのかなっていう。で巧みにってなると、まあ本当に今日のようなああいうことかなと思って、それですごく優れたミュージシャン、イコールそれが賛美奉仕者っていうのは、なんかそのダビデの時代ではやっぱりそういう本当に訓練された人だったのかななんて思いましたけど。自身もやっぱりこう技術磨いていく中で、技術だけになってしまうんじゃないかって葛藤あったんですけど、やっぱりその箇所を見て、あ、技術もちゃんと磨いていっていいんだっていう。そうですよね、はい、気持ちになりました。これがなんか特にそのピッキングなんかだと、やっぱりそこがちょっと下手くそっていうか、ね、あれだと伝わらないですからね。これから挑戦していきたいそのジャンルとかっていうのはありますか？そうですね、普段の活動はやっぱりソロギターでメインでやってるんですけれども、はい、もう夫婦でこう
賛美歌を歌ったりとか、あとソロギターでも賛美歌をアレンジしたいなと思ったりしてますね。ぜひじゃあ、はい、そういう分野に、はい、どんどん、ね、東京に出てきて、はいね、たくさん活動の拠点があると思うので、はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。で最後に全員に聞いてるんですけれども、はい、お二人にとって、はい、賛美っては何ですか？はい、僕からでいいですよ。はい、その中学の時に不登校になった時に作ってくれたのが賛美だったので、やっぱり救いと感謝っていうのがありますね。はい、じゃあゆうこさんは。はい、私もそうですね、神様を崇める大いなる歌なので、なんて言うんでしょう、本当に自分生きている一人一人そのものといいますか、先ほど賛美させていただいた君は愛されるために生まれたっていう、はい、私の人生の中でそこが全てっていうか、伝えていきたい思いでもあるので、本当にそこですかね、うまく言葉にならないですけれども。なるほど。いや、この番組に出てくださってる方で何人かね、やっぱり君は愛されるためにって歌ってくださって、でそれが人生を変えたっていう人もいらっしゃったので、本当にそのメッセージをぜひ伝えてみてください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。